頭空っぽのフライムは何を言ってやがりますの。私は怖いお姉さんではありませんのね。もうあなたとは商売できなくて結構ですわ。でもあなたたちの今までの反応はとても良かったですわ。情報屋を見つけた上に警戒心も強い。はれやれ、命知らずの輩ではなくとも人目をはばかるようなこともたくさんしてきたんでしょう。オイラたちを褒めたのか。なんだかあまり嬉しくないけど。モラを持っていても2、3歩走っただけで息切れするような輩はマハマトラにすぐ捕まるだけでなく、小さな商売をしている私たちのような善良な市民まで巻き添えにする。そうでしょう。だからあなたたちみたいなお客様は歓迎しますわ。お二人は初めていらっしゃいましたが、それでも構いません。余計なことは伺いませんわ。たとえお客様が缶詰知識を家の柱に飾るとおっしゃっても全然気にしませんの。あなたたちがその手にキラキラとした丸いモラを持っている限り、私たちは友達ですわ。いいですわよ。お好きなようにお選びくださいまし。よいしょ。わあ、こいつすごい量の缶詰知識を持ってるぞ。この数だとマハマトラに捕まったらきっとやばいよな。いかがです、お客様はどんなものが欲しいのかしら。私はお客様が商品を買う理由には興味がありませんが、おすすめはできましてよ。これをご覧くださいな。ヒルチャール社会学、イデオロギーと弁証法的分析、全テイワートで研究している方はわずか3人。激レアとも言えますわ。特別価格35万モラでいかがかしら。こんな変わった知識が欲しい人なんか本当にいるのか。あるいはこの魔人戦争初期のテイワット各国の建築様式と建築工法もなかなかいいですわね。これさえあれば古い建築物の修復名人になれますわ。どの国に行っても給料がとっても高い仕事に就けましてよ。うん、これなら少し役に立ちそうだ。こっちは200万モラ。値段交渉はしませんわ。うわ、高い。もちろんお客様ご自身で選んでいただくこともできますの。内容と値段は缶詰知識の下に小文字で書いてありますわ。よし、じゃあアルハイゼンから教わった方法で見てみようぜ。これくらいにしとこうぜ。おやおや、お客様たちは物を見る目が優れている上に太っ腹で本当に薬剤、いや千載一遇のお友達ですわ。お二人ともあと10万モラほどいただければ100万モラに値する缶詰知識を1個自由にお選びいただいてもいいですわよ。なんだと？おいおい、聞いたか？あと10万モラ払えば100万モラ相当の好きな缶詰知識を手に入れられるってことだぞ。でも今オイラたちが買った缶詰知識はどれも50万モラ以上したんだ。もうちょっとモラを払えば100万するやつが買えるんだぜ。お得だろ。それによく考えてみろよ。オイラたちが苦労して大きなリスクを負って買ったこの缶詰知識たちはみんなアルハイゼンのものだ。缶詰知識があれば人は知識を一瞬で身につけられるんだぜ。こんなすごいものお前は気にならないのか？自分で試してみたくないのか？
もういいじゃないか。アルハイゼンからもらった経費はちょうど10万くらい残ってるんだ。このモラでお前の役に立つようなものを買おうぜ。マスター、10万払うぞ。それではお二人ともこちらの缶詰知識の中から一つお選びくださいまし。え、待てよ、自由に選べるんじゃないのか。なんでそっちのやつは選べないんだ。あらあら、お客様、こちらの缶詰知識もみんな100万モラに値するものですわ。お二人さんの実力ならきっとお気に召すものを選んでいただけますから、ごゆっくりご覧くださいまし。なんだか良くない予感がするぞ。元素資格を使ってもう一回見てみるか。どうだ、それってつまりこいつらの価値はほとんど同じってことなのか。モラを使ったからにはお前の役に立つようなものを探してみようぜ。どれどれ、スメール伝統醸造入門、香料栽培技術、古代不問外説。え、これ見ろよ、片手剣の戦闘技術8。前の7つがどこにあるかはわからないけど、これは役に立ちそうだぜ。これにしようぜ。オイラたちこれにする。受けたまわりますわ。近いうちにまた新しいものを仕入れますから、またお越しくださいまし。それに缶詰知識以外にも欲しいものがあれば、本店は最善を尽くしてお客様のニーズにお応えしますの。ロリータの取引は順調だったな。次はイカラ大将宿のアルハイゼンのところへ会いに行こうぜ。これで教令員がなくしたものが何か教えてくれるはずだよな。モラモラ、キラキラとしたモララ。あら、お二人とも何か必要なものがあればいつでもお越しくださいましね。それ。君たちのその表情、どうやら成し遂げたようだな。うわあ、なんだか教令員の人がたくさんいるぞ。なんで待ち合わせ場所をこんなとこにしたんだ。そもそもウィカラ大将宿は教令員の管理下にある。教令員の者がここで働いているのも当たり前のことだ。俺がオルモス校に来たのも、表向きにはここの公務を処理するためだ。お前って本当に大胆なやつなんだな。そんなに緊張する必要はない。ここの人は俺たちの話題に興味がないからな。それにここにマハマトラは来ない。では早速ドリーと会った時の状況を教えてくれ。たちは頼まれたことを果たしたんだ。今なら教令員がなくした缶詰知識のことを教えてくれるよな。その前に一つ聞きたい。君たちはどうしてあのものを調べてるんだ。もちろん答えなくてもいいが。そうだぞ、こいつは知恵の神に会って大事なことを聞きたいんだ。でも
スメールに来てからだいぶ経っても方法がなかなか見つからなかったんだ。そしたら教令員がなくしたあるものが神と関係してるかもって聞いた。だから一か八かって思ったんだ。それなら君たちの方向性は間違っていない。この間教令員は砂漠である缶詰知識をなくした。なくしたのは神の缶詰知識。それを使えば神の知恵が手に入るそうだ。おお、そんなものまであるのかよ。もしそれを見つけられたら、送信に合う方法もお前の妹さんのこともわかるようになるんじゃないか。それが本当にそれほどすごいものなのかどうか俺は疑っている。だがそれは確かに存在していて、今はこのオルモス港のどこかにある。どこにあるんだ？それが俺たちのこれからの課題だ。否定はしない。神の缶詰知識とは一体何なのか俺は興味があるし、解明したいと思っている。もちろんオルモス港のエルマイト旅団もそれを狙っている。そのもの自体がとても貴重だというだけでなく、中身の知識は多くの力や富をもたらしてくれるかもしれないからな。最近いくつかの旅団がそのものの帰属を争っているが、最終的な勝者はまだ決まっていないらしい。俺一人の財力と人脈では彼らと競うのは難しいだろう。だからいろいろ試した末に、俺はいくつかの旅団と簡単な契約を結んだ。俺はこの神の缶詰知識を独占しないが、それを研究する機会を与えてくれると彼らは約束した。まあそれを、だがエルマイト旅団の中には条件の交渉がうまく進まない旅団もある。例えばアフマルの目の人たち。彼らは神の缶詰知識にスカーレットキングの力があると信じている。スカーレットキングを世に蘇らせるためにそれを手に入れたいようだ。だから彼らは教令員の者がスカーレットキングの精神を汚すことを決して許さない。あいつらがお前と協力してくれないから、この前お前は奴らとやりとりをしてたんだな。そうだ。アフマルの目がすごい財力を持つとは言えないが、彼らはそれを手に入れる決意がとても固い。十分な資金を得るためにあらゆる卑怯な手段を使って金を集めているんだ。だから俺は彼らの商売を邪魔し続けることで、俺に向き合って話をしてもらおうとしてる。神の缶詰知識の秘密取引は数日のうちに行われるはずだ。旅団たちがそれぞれ入札し、物がこっそり商社に渡される。各旅団は品物の安全を守るため、またマハマトラを警戒して、自分が神の缶詰知識を手に入れたことを宣伝はしない。もし神の缶詰知識が誰の手にあるのかわからなかったら、彼らとの約束も果たせなくなる。情報を得るのに最も頼もしいのはドリーだが、この道も行き詰まっていた。しかし君たちがいてくれたおかげで状況は好転した。つまりドリーと仲良くしろって頼んできたのは神の缶詰知識の行方を探すためか？うん、そう思ってくれていい。君たちにとってもデメリットは一つもない。あさってもう一度ドリーのところに行ってほしい。彼女から神の缶詰知識の行方に関する情報を買うんだ。もし情報がないと言われたら、もう二日待ってからまた行くといい。俺が神の缶詰知識を研究する機会を得られたら、研究結果を君たちに教える。これが報酬でどうだ。それではまた明後日に会おう。アルハイゼン、ちょっと待ってくれ。実はオイラたちも缶詰知識を一個買ったんだけど、
その使い方が全然わからないんだよな。君たちは缶詰知識を使ってみたいのか。いいだろう、使い方を教えてあげるよ。だが教令院の人々の前でそんなことを教えるのは少し難しい。ここを出よう。ここにしよう。買った缶詰知識を見せてくれ。はい、これ。片手剣の戦闘技術8。実戦系の缶詰知識か。この手の知識はそうあるものじゃない。ほとんどはエルマイト旅団の人が戦闘力を高めるために使ってしまったからな。本当か？よかった、いいものが手に入ったかもな。これが役に立つかどうかを知りたいのなら、君の戦闘時の状態をテストしてあげよう。もし君がすでに強い実力の持ち主であれば、大きな進歩を遂げるのは難しいと思うが、そうだな、対象実験を行うのはどうだ。この缶詰知識の使用前と使用後にそれぞれ1回ずつ戦おう。俺はアーカー社端末を通して戦闘時の君の身体状態を測定しておく。2回の間で出る体力差や相手の強度差などは後で計算して影響を排除するから安心してくれ。おお、カルハイゼン、お前教令院で成績がとてもいいだろう。ちょっと気になったんだけど、お前は缶詰知識がないと卒業できない学生じゃなさそうなのに、なんでマハマトラに狙われるリスクを負ってまでこれを扱おうとしてるんだ？学者の行動が理解できないとき、ほとんどの場合は好奇心で説明できる。これは定理なんだ。なんだかごまかされたような気がするぞ。もういいだろ、テストを始めよう。いつも通り戦えばいい。それ、わめきなさい。それ結霜せよ。目には目を。よっ。今君のアーカシャ端末に接続しデータを記録する。ではこの缶詰知識を使おう。これを手に持って君がこれと接続できるよう手伝う。そうすれば君はこの力を活性化できるようになる。なら、もう一回戦いに行こうか。さっきみたいに平常心でやればいい。
わめきなさい。よっ。粉々よ。はい、早く砕け散れ。ではデータをもう一度記録する。アルハイゼン、どうだったんだ？君たちの買った缶詰知識は確かに彼の戦闘能力を向上させたよ。2回目の戦闘時の戦闘機能データは1回目と比べて 0.073% アップしたな。待て、いくらだって？これは100万どころか10万ものにも値しない気がするぞ。まあそもそも彼が強い実力を持っていた場合、缶詰知識の内容ではこれ以上大きく成長させられないかもしれないさ。少なくとも今回のテストを通して俺は君たちのことをもっと知ることができた。君たちとの取引はお得かもしれないと思えたよ。俺は先に大正宿に戻る。2日後の連絡を待っているから。そうだ、これはドリーに情報を聞くための経費だ。彼女の提示した額を払えばいい。ですわよ。お客様たち、またまた早くもお会いしましたわね。今回はどういったご用件で？缶詰知識であろうが何であろうが、ポケットにモラががっぽり入るならどんなものでも差し上げてみせますわよ。ドリーはオイラたちが欲しいものなら何でも用意できるのか？あらあら、その言い方、缶詰知識ではもう満足できないようですのね。何が欲しいのかしら、お聞かせ願いますわ。おおさすが、あなたたちのような気前のいいお客様は普通の缶詰知識なんてアウトオブ缶中なのですのね。ただその情報は決して安くはないですの。何しろ取引現場に忍び込むのはとても大変でしたのよ。それに情報を漏らしたのが私だと知られれば人に狙われますわ。でもお前の情報が本当だってどうやって証明するんだよ。しかもなんでちょうどその情報を持ってるんだ？
私にとって市場に流通している価値のあるものは全てが商品なんですの。商売をするためにはお宝たちの状況を常に把握する必要があるのですわ。それに情報の信憑性についてはなおさら心配無用ですの。取引の瞬間を写真機に収めましたから、ごまかしは通用しませんわ。さすがお客様、毎度ありがとうございます。代金は確かにいただきましたわ。では耳を澄まして聞いてくださいまし。神の缶詰知識は昨日アフマルの目の棟梁である水里さんによって確保されましたわ。アフマルの目？あのスカーレットキングを信奉するエルマイト旅団か？あら、お客様もよくご存知ですのね。アフマルの目は神の缶詰知識にスカーレットキングの力が宿っていると信じてますので、そのために全力を尽くしているのですわ。さすがは神の缶詰知識。今まで見たことのないような真っ赤な輝きを放っていましてよ。私が撮った写真にも神の缶詰知識がはっきりと写っていますわ。情報ありがとな、ドリー。いいんですの。お二人のように知識の豊富なお客様がいてくださるなんて、昨日の苦労は無駄ではなかったんですのね。今後も何かあればいつでもお越しくださいまし。神の缶詰知識の情報を手に入れたぞ。早くアルハイゼンのところに戻ろうぜ。そうか、どうだった？ドリーから取引の証拠をもらったんだ、見ろ。ほう、はっきり取れているな。エルマイト旅団の取引場所に忍び込むだけでなく、至近距離に姿を隠すとは大した度胸だ。この上に映っているのがアフマルの目の団長ミズリだ。彼の持っている独特な赤の缶詰知識は神の缶詰知識である可能性が高い。こうなると来週彼らとの武力対談で強制的に登場してもらうしかない。アルハイゼンがどうしてアフマルの目の連中を挑発するのか最初は理解できなかったけど、今ではすっかり優位に立ったな。あいつらを倒せばそこのボスと対談できる。神の缶詰知識を貸してもらえるぞ。お疲れ様。ここから何日かは休んでいてもらっていい。その間俺も準備してくる。あいつらに会う日の午後3時、あいつらより先にここで合流しよう。ではお先に失礼する。アルハイゼンのやつ遅いな。まだかよ。あ、来たぞ。待たせたな。ファロス灯台の前の桟橋に行くぞ。うん、行くぞ。
アルハイゼン、まさかイカレ野郎がまた現れるとはな。この対談は俺から要求したものだ。君たちが約束を守ってくれるかどうか心配だったが、信用できるようだな。かなり盛大に迎えてもらっているようだが、俺の方も助っ人を連れてきた。文句はないな。助っ人？店にいたガキじゃねえか。このイカレ野郎に助けられたからって恩返しのつもりか？いい度胸だ。そろそろ無駄話はおしまいにするぜ。お前らを魚の餌にしてやる。野郎どもかかれ。あいつら突っ込んでくるぞ。二人とも気をつけろ。こなれよ。近いか。ヘイ。それ。ヘイ。よっ。ジャッジメント。それ。それ。よっ。よっ。それ。装甲のオン。結束せよ。よっ。はっ。目には目を。早く。インの野郎、ボスが来てくれた。あれを使ったのか。やった、これで。ボス、との接続を切るぞ。目標発見、トロール。公務を妨害するな、アルハイゼン書記官。まさか、ただ救助しているだけだ。連れて行け。俺の知る限りでも、サティアワダライフの学者が発狂した例はかなり多い。あいつらの様子は同じような状況に見える。どうやら神の缶詰知識は確かに神と関係があるようだ。だが本当に噂通り、これを所有して神の知恵や力が得られるものだろうか。あいつの言ってた言葉を聞いたか。世界が私を忘れてって、一体どういう意味なんだ。そいつがマハマトラに連れ去られたんだったら、持っていた神の缶詰知識も強霊院に持ってかれるよな。こんなに近くまで来てたのに、残念だぜ。でも神の缶詰知識があんなに危険だなんて思わなかったぞ。むやみに試したりしてたら、
オイラたちもああなってたかも。こうなるともうオルモス港にとどまる理由はない。俺たちの協力関係もこれで終わりだ。そういえば神の缶詰知識を探すのに夢中でお前に聞いてなかったんだけど、お前って教練員の人間なんだろ。クラクサナリデビに会う方法を知らないか。実のところ俺にもわからない。クラクサナリデビはスメールのシステムの外にいる存在で、普段はその存在すら感じられないんだ。しかも教練員には神の知恵を象徴するアーカー社が存在する。学者たちには自ら神との接触を図ろうとする理由がない。そうなのか。クラクサナリデビって神秘的なやつなんだな。俺は教練員に戻るつもりだ。君たちはどうする？もうすぐ過信短日だし、オイラたちもスメールシティに戻るか。ここ最近はずっと走り回ってたから、少し休めばまた元気が出るかもな。アルハイゼン、じゃあオイラたちはここでお別れだ。じゃあな。さて、これを先に処理するべきか、それとも上へのレポートを書くべきか。明日開かれるのよ。あれだけ準備したからか少し緊張してきちゃったわ。緊張するな。クラクサナリデビはきっとみんなの思いを感じ取ってくれると思うぞ。うん、ありがとうパイモン。過信探査に来てくれたみんなには楽しい時間を過ごしてもらいたいわ。そうそう、オルモス港には行った？何か発見はあった？もちろん行ったぞ。しかもいろんな出来事があって。そうだったの。また羨ましい冒険をしたのね。もしまた機会があれば私も。お嬢様、その健康状態でまだオルモス港に行きたいって言うんですか？私に迷惑をかけるだけじゃ済まないですよ。ディシア、お前盗み聞きしてたのか。おい、これは影の護衛ってやつだよ。雇用主を取り巻くあらゆる情報を把握することも職務の一部なんだぞ。ディシア、もういいの。さっき私は行きたいって言っただけ。自分のことくらいはっきり分かってるから安心して。明日は祭りなんだから、ディシアも少しリラックスしてほしいわ。ずっと迷惑をかけてばかりだけど、私はもう平気だから。うん。ドニアザードお嬢様にそう言われましても。安心してったら、私の守護騎士さん。わかりました。今夜だけですよ。明日こそ本番。悪意を持った奴らが、祭りの日を選んでやってくるでしょうから。
港から駆け足で町に戻ってきたから二人は疲れていたのね。ごめんなさい、今気づいたわ。あなたたちに休憩用の部屋を用意しておいたの。ついてきて。うわー、お前っていいやつだな。行く行く。ここで売ってるのはみんなで飲み食いできる美味しいもんだよ。それ。ここよ。一番近くにある私の仮住まいからも近いの。すごくいい感じだぞ。そんなことないわ。お礼はいいから、その代わり。また機会があれば、もっと冒険の話を聞かせて。それ、オイラ得意だぞ。次はオイラが教えてやるよ。あ、もしよかったら、明日は一緒にお散歩しない？友達は、みんな祭りで仕事があるし、ディシアは、私のことを陰で護衛すると思うから。そうだな。特にディシアなんか。ずっと疑心暗鬼でいたらピリピリした空気になっちゃうもんな。じゃあ明日の朝、近くの市場で待ち合わせしましょう。二人とも早めに休んでね。おう、おやすみ、ダニアガード。興奮して眠れなくなっちゃいそう。それじゃあまた明日。オイラもワクワクしてきたぞ。家臣探査には美味しい料理があるのかな。ダメだ、想像するとお腹が減って眠れなくなっちゃうぜ。早く寝ないと。旅人、中に入ろうぜ。ちょっと寝坊しちゃったかな。早くドニアザードと合流しようぜ。視界が開けたわね。旅人、パイモン、待っていたわ。おはよう、ドニアザード。オイラたち、ちょっと寝坊しちゃったみたいだな。ヒヒ。そんなことないわ、私が早く来ちゃっただけだから。ついにこの日がやってきたのね。一分一秒を金のように大切にしないと。ドニアザードはこの日のために頑張ってきたもんな。思いっきり楽しもうぜ。そうね。でも昨夜はあまり眠れなかったから、最後まで体が持ってくれるといいけど。じゃあ行きましょうか。まずはあそこの屋台から見てみましょう。家臣探査日では補助金の受け取りを断って自主的に出店する業者も多いの。まずはその人たちの応援に行きましょう。補助金を断るなんて。出店する人たちってお金目当てのやつばっかじゃないんだな。クラクサナリデビ様の誕生を祝える貴重な機会だから、お金よりも雰囲気が大事ってその人たちは言っていたわ。お、あそこに。ここはハフトスインで使う料理を売っている屋台ね。お、見る目があるね。これを知ってる人はもうだいぶ少なくなってきてると思ったのに。キノコ、花、それからいろんな果物。で、肉はないのか。ちょっと残念。で、さっき言ってたハフトスインって何なんだ？家臣探査の伝統行事よ。昔の人たちは
7種の料理を食卓に並べる習慣があったらしいの。一般的によく見られるのがルッカデバータ岳、サウマラタハス、ローズ、夕暮れの実、カルパラタハス、ハンラの実、ザイトゥン島などね。花神誕祭って精進料理を食べる日なのか。そういうわけじゃなくて、その7つの料理はあくまでスメールの神が持つ7つの美徳を象徴しているの。じゃあ精進料理が草の国であるスメールの神を象徴するものなら、炎の国のお祭りだったら焼き鳥、焼肉団子、ステーキとかばっかになるんじゃないか。旅人、オイラたち予定よりも早くナタに行こうぜ。願いが叶うといいわね。よし、じゃあ他の屋台も回ってみようぜ。君たち、錬金占いを試してみないかい？錬金占い？なんだか変な組み合わせだな。だろ？これに初めて巡り合った時、僕もそう思ったよ。伝説ではクラクサナリデビ様が発明したらしく、謎に満ちたものなんだ。それで具体的に何をすればいいんだ？やり方は簡単さ。お客さんの持ってるものの中から錬金術の材料になるものを無作為に2つ選んでもらい、僕が錬金術を行うんだ。ずいぶん適当だな。そんなの失敗するに決まってるだろ。いや、失敗するのが正解なんだ。この占いは錬金が失敗した後の粉塵を読み解くものなんだよ。クラクサナリデビ様によると、万物は互いに関係し合っていて、全てのものが運命を指し示すことができるそうよ。これもある種の古代の知恵なのかもしれないわね。ドニアザードの説明を聞くとは、なんだかそれっぽく感じてきたな。まさかお前ら来るなんじゃないよな。そんな深い意味があったのか。君は博識なんだね。どう、やってみたくなった？よし、少し待ってね。月が見えてきた。オイラにも見せてくれ。そうか、なんだか一口かじったパイみたいだけど。そうだね、月となると、つまりちょっと待ってね。こいつこっそり本で調べてるぞ。ああ、そうだった。これは虚言と嘘を意味しているんだ。虚言と嘘、あまりいい結果ではなさそうね。まあでも、自分の直感を信じ、心の中の恐怖を克服すれば、太陽は必ずや昇るだろうって本には書いてあるよ。本で調べたってことはもう隠す気ないんだな。やっぱり運命は表面を見せてくれるだけで、結末を迎えるには自分を頼らないといけないのかもね。ありがとう、参考になったわ。いやいや、実は僕もまだ勉強中の身なんだ。なかなか面白かったな。よし、次の場所に行こうぜ。そういえば、もう遥か昔のことなんだけど、花神誕祭はとても賑やかな祭りだったそうよ。特大のフロート車が街中を巡り、人々は花やお菓子を振りまき、お酒を掛け合いながらオルモス港へと向かったの。ドニアザードの目が輝いているぞ。ちょっと憧れてるの。でもニーローの家臣の舞もきっとそれに引けを取らないはずよ。ファーリス、ファーリス。やあ兵士諸君、
ご褒美のヤルダーキャンディーをもらうにはしっかりと隊列を組むんだぞ。変な帽子をかぶった変なやつがいるぞ。あ、ドニアザード姉さんだ。子供たちにとってドニアザードさんの魅力はヤルダーキャンディー以上なんですね。家臣探査の準備をした数日間で子供たちはすっかりあなたのことを好きになったようです。あら、神聖なる花の騎士、私の名を存じていただいているなんて光栄ですわ。あ、当然だとも。花の騎士ファーリスの名において偉大なる家臣探実に貢献したことを称えよう。さあ小さな兵士たちよ、ご褒美のヤルダーキャンディーは持ったかい？それじゃクラクサナリデビ様に忠誠を誓って退散。はい、ファーリス騎士。なんだこの小芝居。花の騎士ファーリスも家臣探査を象徴するものなの。昔はフロート社に花の騎士を演じる人が座っていて、子供たちから大人気だったそうよ。ドニアザードお嬢様のおかげで子供たちはこのような楽しい思い出を作ることができるのです。ええ、あなたもご苦労様でした、イハル。いえいえ。あ、そうだ、ヤルダーキャンディーはいかがですか？これも祭りの目玉みたいなものでして、ちょうどキャンディーの箱をいくつか用意してあるんです。どうぞ選んでみてください。選ぶってこれ全部同じものじゃないのか？そこがこれの面白いところなんですよ。箱の中のキャンディーは味がランダムに入っていて、何が出てくるかは運次第。味はスミレウリ味、ハンラのミ味、夕暮れのミ味。美味しそうだな。それからトカゲの尻尾味や鬼カブトムシ味。おい、何なんだよその2つは。鬼カブトムシ味のヤルダーキャンディーはトカゲの尻尾味よりも若干辛いのよ。まさかドニアザードは全部食べたことあるのか。うん、じゃあ旅人が選んでくれ。オイラが欲しいのは夕暮れの宮地だ。大丈夫だ、オイラはお前を信じてるぜ。私も旅人はこういうのが得意な気がするわ。さあ、キャンディーの箱は左から順に5つの数字が振ってあります。何番にしますか？ああ、残念、スミレ売り味でした。あれだけ大きな戦いを生き抜いてきたからきっと運がいいもんだと思ってたけど、そんなことなかったんだな。夕暮れの宮地のキャンディーが入っていたのは実は4番の箱でした。ただば、お祭りはみんなで楽しむことが重要ですので、このキャンディーの箱は2つとも差し上げましょう。本当にいいのか。ありがとな、キャンディーの騎士。花の騎士です、キャンディの騎士ではありません。パイモンはこのフロート社を持たない花の騎士にとどめを刺したようね。キャンディも食べたし、そろそろ次の場所に行くか。そうだ、忘れ物を思い出したんだけど、ちょうどあなたもいるし、一緒に取りに行ってくれないかしら。きっとドニアザードは家臣探査のことで頭がいっぱいだったから家を出るときに忘れ物しちゃったんだな。ごめんね。早く。無駄足か。来るのが遅かったみたいだな。お嬢様も随分と早起きなこった。
さっすね。いや待ってくださいボス、あいつじゃないっすか。おお、間違いねえ。あっちからのこのこやってくるとは運がいい。エルマイト旅団の連中だ。悪いことを企んでるみたいだぞ。あなた誰？風前家に雇われたわけじゃなさそうね。確かに風前家から金はもらってねえが、お前をさらえば風前家が身代金をたんまり払ってくれるだろう。人さらいだったのか。旅人、ドニアザードを守るぞ。考えたことなかったのか。あんたらじゃかなわないような同業者がすでに風前家から金をいただいてるってことに。お前はディシアか。死霊の獅子ディシア。どうりで傭兵界隈で長らく名を聞かなかったわけだ。まさか鎖につながれてたとはな。失礼な発言は慎んでもらえるかしら。ディシアは私たち風前家に恩があって協力してくれているのよ。大丈夫ですよドニアザードお嬢様。ただの傭兵同士のちょっとした牙の見せ合いですので、剣を打ち合った瞬間彼らは本性を現します。もう長いこと姿を見てなかったし、剣の腕も錆びきっとるんじゃないか。過剰な自信は足をすくわれるぞ。旅人、ドニアザードお嬢様を連れて先に行け。いや、相手は複数だ。オイラたちも残って手を貸すぞ。そうか、確かにそうだな。わかった。ディシア、くれぐれも気をつけて。これが私の仕事です。問題ありません。それよりも自分の身を守ってください。片付いたら探しに行きますので。激しく動きすぎただけよ。いつものことだから。本当に大丈夫かよ。しばらく休めば大丈夫よ。それよりもディシアのことが心配だわ。私のわがままのせいで。そうだ、安心しろ。お嬢様、旅人、ここにいたのですね。デシア、もう終わったのか。周りに共犯者は？もしくは誰かにつけられなかったか？デシア、あなた腕が。ああ、これでしたら大丈夫です。ただのかすり傷ですから。普段ならあんな連中の攻撃を食らわないのですが、新しい体験にまだ慣れていなくて。よく見せて。いえ、問題ないので気にしないでください。傭兵はお嬢様が思っているほどやわじゃありませんよ。それに新しい体験って、今まで使っていたものはどうしたの？お、その、まあちょっと金欠で売っちゃったんです。たまにあるんですよこういうの。もしかして最後の舞台を設置するときに使ったあの出所不明のお金って。いや、あ、その、
ドニアザードお嬢様を泣かすつもりはなかったんですよ。まさか雇用主を泣かせたからって言及なんてことはありませんよね。雇い主を泣かせたところで給料は減らないわよ。でも武器を無断で売ったり私のために怪我を負ったりした点は評価の参考にしないとね。それはあんまりですよお嬢様。本当にありがとうティシア。いえそんなことは言わないでください。デレショーなんでなんだか恥ずかしくなってくるじゃないですか。ドニアザード、また気分が悪くなったのか？お嬢様、まさか具合が。旅人、しばらく彼女を休ませてあげてくれ。私は待ち伏せをしている共犯者がいないか、少し周囲を見てくる。みんな、迷惑かけてごめんね。なったわ。もうしばらくここで休めば大丈夫さ。私の病気を心配してくれるの？だったらもうこれ以上隠すわけにもいかないわね。実は私生まれつきマリン病なの。しかももう末期まで進行しているわ。マリン病のことを知っているの？じゃあそれがどれほど深刻なものなのかも知っているわよね。現在スメールの技術でこの病気を完治させることはできない。自然療法で進行を遅らせるのが精一杯なの。ドニアザード、そんなに悲しまないで。私はずっとそれを覚悟して生きてきたんだから、もうとっくに受け入れているの。ただマリン病にかかっている事実よりそれによる生活への影響の方が私は辛いわ。家族は私のことをとても愛してくれている。もっと長生きできるようにと環境を整えることに最善を尽くしてくれているわ。それでもいずれその日は必ずやってきてしまう。あのね、今回のように逃げ出すまで屋敷の外の世界には私の存在を知る人なんていなかった。幼い頃から私はただ毎日ベッドの上に座って窓の外をぼんやりと眺めていたわ。今回逃げ出したことできっと家族には心配をかけるし失望もされると思う。でも私はただ悔いを残したくなかったの。私には人との出会いが必要だった。出会いそのものが私にとってこの上なく美しいことだと気づいたから。それに過信探査の準備に携わった思い出はもちろん、参加してくれた人たちの笑顔、そして私を支えてくれたリシアやあなたたちのような友人、そのことを思うと、たとえその日が来ても、そう悲しむ必要がないように思えてきたの。少なくとも、私の存在を覚えてくれている人は、この世にたくさんいるから。でしょ？お前がオイラのことを忘れない限り、オイラもお前を忘れないぞ！あ、じゃなくて、たとえ忘れられても、オイラはお前のことを忘れないからな。
人ともありがとう。ごめんなさい、こんなしんみりした話しちゃって。私らしくなかったわね。実はこういう風に勇気を持てたのも暗草なりデビ様のおかげなの。あの方の励ましがなかったらこの一歩を踏み出せなかったわ。ええ、生きていれば必ず悩みは生まれる。でも私たちはみんな悔いのないように生きているわ。そうでしょ。そうだ、もうそろそろ時間じゃないかしら。ん、どうしたんだ。この後何かあるのか。もうすぐ家臣の舞が始まる時間でしょ。私、家臣探査の中でもそれを一番楽しみにしていたの。神話の中の一幕をニーローがとても優雅なダンスで再現するのよ。そして家臣探術はその拍手と祝福の中で終わりを迎えるわ。そうすれば私の願いも。じゃあここで時間を潰してないで早く舞台のとこに行こうぜ。ええ、今から行けばまだ間に合うと思うわ。許可なくこういった類の演目を行うのは法令で禁止されているのよ。まさか知らなかったの？あれってニーローが誰かに怒られてるみたいだぞ。教練員の大賢者みたい。どうしてわざわざこんなところに来ているのかしら。でも家臣の舞は家臣探査の定番だよ。もし披露できないとなると。大規模なイベントを密かに行うのは家臣探査では禁じられているわ。それに主催権は教練員しか持っていない。これ以上続けるのなら家臣探査の関係者全員を処罰することになるわ。すでに大賢者も目をつぶっていらっしゃるの。状況をわきまえてちょうだい。そんな家臣探査はもともと教練員が開催すべきもので、その責務を長年放棄していたのはあっちなのに。どういうことか聞いてくるわ。見ていられないけど、あなたの言う通りね。確かに私がいても状況は変わらないわ。芸術、ダンス、この知恵と理性の国でこんなにも薄っぺらく意味のないものを追い求めるなど恥を知らんのか。全ての真実と真理を求める学者たちのために神はスメールシティという楽園を作った。しかし君らのような人間はそれに泥を塗ろうとしている。そんなことない。家臣様が我々の神に舞を捧げたように、神も芸術をないがしろにすることはないはず。お前のような学のない奴にこの私と議論する資格があると思っているのか。今お前がすべきことは一刻も早くこの馬鹿げた舞台を撤去することだ。帰ったら次のジュニアーナガルマの日までにこのような公演を禁止する法令を書記官に作成させる。アーカー社を通じて民衆に通達しておけ。はい、すぐ手配いたします。家臣探査でせいぜい神の生誕を祝うがいい。ニーロー、大丈夫か。あ、ドニアザード、今の見てたんだね。大賢者に公演を止められちゃった。ええ、どこか別の場所に行って
教令員に見つからないように続けようかな。あ、でもお客さんにどうお知らせしたらいいんだろう。雰囲気作りや舞台セットの用意も必要だし、それか公演を妨害する人を誰かに止めてもらうとか。さっき処罰するって脅されちゃったし、もし発覚したら。ニーロ、私のことなら大丈夫よ。でもドニアザードは家臣の舞をずっと楽しみにしてたんでしょ。今回の家臣探査はあなたにとってとても大事なものだし、後悔してほしくないの。気にしないで、ニーローにそんな風に思ってもらえるだけでもう十分幸せだから。それにこの状況で家臣探査を続けるのはさすがに危険すぎるわ。私、みんなをそういうのに巻き込みたくないの。うん、じゃあ次もこっそり家から抜け出せるよね。次の家臣探査は絶対に成功させるから。次、ええ、約束ね。次は必ず成功するわ。まさかこんなことになるなんて。あの賢者たち、風情のかけらもないな。うん、大丈夫。こうなったらもうしょうがないもの。でもニーローの家臣の舞を見られなかったのはちょっと残念かな。はあ、今日はいろんなことがあったな。しかもあんな残念な結果になっちゃうなんて。ニーローは来年の家臣探査は成功させるってドニアザードと約束してたけど、あいつにはもう時間が。そうだな。はあ、すべての接続を確認。最高レベルの安定性を保有するアーキテクチャを構築。計画は最終段階へ。から力を導出する。ふぐふぐ、お前のせいで寝坊したんだからな。うん、このままだと遅れちゃうぞ。早くドニアザードと合流しようぜ。私が早く来ちゃっただけだから。なんだか少し元気ないみたいだけど、よく眠れない。うん、心配しないで、私なら大丈夫。まずはあそこの屋台に行ってみましょう。おお、っておい、何をぼーっとしてんだよ。早く行こうぜ。料理よく知ってるね。肉はないのか。うん、ちょっと残念。で、そのハフトスイーンって何なんだ。家臣探査の伝統行事よ。人々はこれら料理を食卓に並べて、スメールの神が持つ7つの美徳を象徴しているの。
人からして月のようだね。そうか？なんだか食べ物みたいに見えるけど。月が象徴するのは、何だったか。ちょっと待っててくれ。こいつ、こっそり本当。そうそう。これは虚言と嘘を意味しているんだ。ただ、自分の直感を信じ、心の中の恐怖を克服すれば、太陽は必ずや昇るだろう。そう、参考になったわ。いやいや、実は僕もまだ勉強中の身なんだ。なかなか面白かったな。よし、次の場所に行こうぜ。次はどこに行くか。さあ兵士たちよ、ご褒美のヤルダーキャンディーをもらったら、クラクサナリデビ様に忠誠を誓って解散。はい、ファーリス騎士。なんだなんだ、今のって何かの芝居か。花の騎士ファーリスは家臣探査のシンボルでね、子供たちに大人気なの。ロニアザードさんの支援がなかったら子供たちが放って。そうだ、ヤルダーキャンディーはいかがです？箱の中に入っ選んで。そこがこれの面白いところなんですよ。箱の中のキャンディーは、それからトカゲの尻尾味や、おい、なんだよその。はい、キャンディーの箱は5つで、左から順に。おお、これはすごい。4番は夕暮れの宮地です。本当にこれを当てるとは。ひひ、やっぱりお前って運がいいよな。え？そんなことあるわけないだろ？ランダムなんだから。旅人？もしかして昨日の夜あんまり眠れなかったんじゃないか。それか逆に眠りすぎてたり。ええ、私のことなら気にしないで。おい、どこ行くんだよ。騎士官って言ってたよな。その言葉、オイラも知ってるぜ。目の前で起きていることがどこかで体験したもののように感じるってやつだろ。そういえばオイラも今日ちょっとだけそんな感じがしてたんだ。でも結局それって錯覚なんだよな。それよりどうして急にここに来たんだ。なるほど。つまり普段やらないことをやってどこかで体験した感覚があるかどうか確認するってわけか。よお、お二人さん、飯を食いに来たのか。何にする。あいよ、お客さん、見た感じ外国の人なのにいいセンスしてるな。すぐに用意するから待ってろ。デーツなんて、あの黒くてまずそうなやつだよな。な、おいらお前の狙いが分かった気がするぞ。普段ならこんな料理を注文するわけないもんな。
これ本当に食べるつもりなのか。いくらなんでもこれはちょっと。味はどうだ。その顔やっぱりまずいのか。ということはまさか。普通だったらありえないことだよな。オイラたちこの料理をあんなに毛嫌いしてたのに。どうやら今回は味覚から来る既視感ってことか。オイラもなんだかこの酒場には何度も来てる気がするぞ。常連ってわけでもないのに。どうする、一度外に出るか。ところにいるのってドニアザードだよな。奇遇だなドニアザード。こんなところで一人で休んでるなんてどうしたんだ。そのさっき悪い人たちに絡まれてしまってリシアが助けてくれたの。それから少し体調が優れなくて座って休んでいたのよ。悪い人？おいおい、怪我とかしてないよな。私は大丈夫だけど、リシアが腕に少しかすり傷を。でも大したことないから安心して。ふぅ、ならよかった。でもなんだか今日のドニアザードテンションが低いよな。あんなに過信探査を楽しみにしてたのに。そんなことないわ。私はずっとこんな感じよ。過度な運動や感情の高ぶりは症状を悪化させてしまうの。それにたとえ今日がどんなに特別でも結局はただの一日に過ぎない。あと数日もすれば私の時間は終わりを迎えるんだから。何言ってんだよドニアザード。なんだかオイラ混乱してきたけど、お前が今とても落ち込んでるってことだけはわかるぞ。本当に大丈夫よ、気にしていないから。どうかしたの？そのドニアザードは既視感を覚えたことってないか。今起きていることがすでにどこかで体験したような気がする感覚なんだけど。既視感？いえ、ないわ。ここ数年ずっと同じ生活をしていたから既視感があってももう慣れてしまっているのかも。そっか、もしかしてオイラと旅人だけなのか。そろそろ時間ね。ん？何の時間だ？ニーローの家臣の舞がもうすぐ始まるの。行きましょう。一日になりますね。お前のような学のない奴にこの私と議論する資格があると思っているのか。帰ったら次のジュニアナガルマの日までにこのような講演を禁止する法令を書記官に作成させる。アカーシャを通じて民衆に通達しておけ。はい、すぐ手配いたします。過信探査で
せいぜい神の生誕を祝うがいい。気にしないで。こうなったらもうしょうがないわ。でもせっかく楽しみにしてくれてたから後悔してほしくないんだ。確かに残念だけど、それよりもみんなに迷惑かけたくないの。それに大賢者は関係者を処罰するって言ってたでしょ。そうだけど。じゃあ次の家臣探査は絶対に成功させてみせるよ。次、私にはもうその機会はないかも。え、今何か言った？何でもないわ。私今日はもう休むわね。みんなお疲れ様。あの賢者たち、風情のかけらもないな。こんなことをするなんて。あれ、ドニアザードのやつもう帰っちゃったのかな。じゃあオイラたちも戻って休もうぜ。結局騎士官についてはまだここ。もしかしてただ疲れてるだけなんじゃ。実はオイラも同じ感じがするんだ。だからもう昼あたりから考えるのはやめてたぜ。疲れて幻覚を見たってことにして、とにかく早く休もうぜ。他のことはまた明日考えよう。知能出力がわずかに低下だが正常範囲内にある。原因を早急に解明するため、引き続き数値を観測せよ。ふわぁ、なんだか疲れが取れないな。結構寝たはずなのに。まあいいか。とりあえずドニアザードと合流しようぜ。ことないわ。お、なんだか声に元気が。ううん、心配しない。おお、いいな。早速行こうぜ旅人。あれ、支援がなければ子供たちも家臣探査を楽しめなかったわけ。そうだ、ヤルダーキャンディ。これ全部同じじゃ。そこがこれの面白いところなんですよ。箱の中。それから。おい、そんな。はい。キャンディの箱は5つで、左から順に5つの数字が振ってあります。何番にしますか？おや、迷いが一切ありませんでしたが、かなり自信があるようですね。おめでとうございます。4番は夕暮れの宮地です。ヒヒッ、オイラの言った通りだろ。こいつはいつも運がいいんだ。待て待て、他の味には興味ないからな。どうしてそれを知っているのですか？
まさかこの5つの箱の中身を全てご存知で。え、まさか今の全部当たってるのか。さすがにこれは強運ってだけでは説明できないかと。箱は全て私が午前中に梱包し一度も開けていませんので、事前に知る術はありません。独身術、投資能力、それとも何かトリックがあるのでしょうか。なんだか怖くなってきました。今のどうやったんだよ。いつの間にそんな超能力手に入れたんだ。おい、どこ行くんだよ。どうしたんだよ。何か見たのか。ドニアザードに何も言わず離れちゃうなんて。探してるのか。どうしてここに来たんだよ。旅人。まさかドニアザードが二人いるのか。もうあなたも気づいているのでしょう。過信探査に参加するのはこれが初めてではないということ。これあなたも使えるわよね。缶詰知識？どっから持ってきたんだ。中に何が入ってるんだよ。あなたも一緒にね、タイモン。お前オイラを知ってるのか。おお、ちょっと不安だけど、それでもなんかこうするのが正しい気がする。オイラたちにとって今日はもう20回目？いや、30、それとも40。もう数えきれないほど過信探術を経験してるってことか。オイラたち同じ日に閉じ込められてたのか。お前の助けがなかったら気づきもしなかったぞ。で、この缶詰知識には一体何が入ってるんだ。まだ少し記憶が混乱しているのね。よく思い出してみて。私たちは何も初めて接触したわけじゃないでしょ。この問題はだいぶ前にも一度話したことがあるわ。あ、確かこの缶詰知識は一種の表現方法に過ぎないんだったな。実際はさっきの接触を通して
記憶を呼び起こしてるんだっけか。じゃあ他の奴らはどうなったんだ。なんでオイラたち二人だけ助けたんだよ。あなたたちの騎士官は元から他の人よりも強かったでしょ。あえて説明するなら、あなたたちは草元素力の祝福を得ている上に特殊な敏感体質を持っているからよ。あなたたちの意識とあれら記憶との間にはもともと薄い紙があるようなものなの。おなじみの質問ね。あなたがそれを私に聞いたのはこれで7回目だったかしら。見ての通り彼女は弱っている。あなたたちも感じたと思うけれど、最近あなたたちと一緒にいたドニアザードは最初の彼女とは違う。そして今その最初の彼女があなたたちの目の前にいるの。でも時間はもうあまり残っていないわ。どうやらそろそろ頭の中で整理ができたようね。そうだ、私のことはナヒーダと呼んでちょうだい。いいわ、合格よ。一体何が起こってるんだ。オイラたちの記憶を呼び覚ますことができるし、何か事情を知ってるみたいだけど、そんなお前ですらどうなってるのかわからないのか。この世の万物は繰り返し循環する、いわゆる輪廻というものよ。私たちは皆この輪廻という一日に囚われているの。そして真実はあなたたちにしか探し出せない。もし自ら真実に気づけず他の者に告げられたなら、あなたたちの精神に大きなショックを与えるかもしれないわ。そうなればどうなってしまうかは私にもわからない。だから私は知識面に関する手助けとさりげない暗示だけを与えるの。残った時間はすべて彼女の身を蝕むマリン病の悪化を遅らせることに注力するわ。ドニアザードの容態かなり悪いみたいだな。もしかして過信探査が行われるたびにドニアザードの病状が悪化してるのか。もしもこの過信探術の輪廻から脱出できれば、あるいは彼女を助ける方法があるかもしれない。だけど今の状況では彼女は羽を完全にもがれてもなお空を飛び続けている小鳥。私にできるのは荒れ狂う旋風を起こして彼女の落下を遅らせることだけよ。ナヒーだっていつもそういう妙な比喩が好きだよな。比喩とは基地の知識を使って未知の知識を理解する素晴らしい技法でしょ。さて聞きたいのだけど、現時点においてあなたたちの真実に対する推論はどんなものかしら。大賢者はせいぜい神の生誕を祝うがいいと言っていたけど、この言葉に深い意味はあるのだろうか。
もう何度も過信短日を過ごしてる。まるで過信短日が無限に繰り返されているかのように。月、虚言、嘘、これは何を意味しているんだろう。目の前で起こっていることがまるで以前にも経験したことのあるような感覚、それが最近どんどん強くなってきている。それほど考え事をしていたわけでもないのに頭が異常なまでに疲れてる。一体どういうことだろう。どうやら明確な関連性はないようだ。どうやら明確な関連性はないようだ。同じ一日を繰り返すように時間が流れている。これが今の状況だろう。時間の循環ね。以前のあなたもそれと似たような間違った答えを出していたわ。本当に残念ね。違うのか。オイラもちゃんと筋が通ってるように思ったんだけど。だって見た感じ、同じ一日を繰り返すように時間が流れてるだろ。シンプルな時間の循環だけではこれらの現象を説明することはできないわ。あなたたちの持っている手がかりがまだ不足しているのかもね。けれど残念ながら私はこれ以上のヒントを出すことはできない。あ、トニアザード。たとえ毎日が過信探査だったとしても、もう無意にそれを過ごせるほど繰り返す猶予はないの。今日の祭典が終わるまでにどうか早く真実を見つけてちょうだい。まずは今の状況から整理しよう。トニアザードを助けたいなら過信短日の輪廻から抜け出す方法を考えないといけないんだよな。でも抜け出すにはまず何が起きてるのか把握する必要がある。つまり真実を見つけなくちゃいけないってことだ。時間の循環はもうナヒーダに否定されたし、きっと何か見落としてるのかもしれない。すでに記憶の中では何回もやってるみたいだけど、やっぱりもう少しいろんな人に話を聞いてみようぜ。ここでただ考えてるよりはマシだと思うぞ。まずはあそこでお店を出してる人に話を聞いてみよう。はっ。それおじさん、こんにちは。よー、また来たのか。あの、なかなか通なお嬢さんは？あいつは、体調が良くないんだ。そうか。それで、戻ってきたのは何か買うためか。うちにある食材はどれも新鮮だぞ。俺が保証しよう。昨日森で取ってきたばかりだからな。ん？妙なことを聞くな。昨日は急いで森から帰ってきて、今日もいつものように品を売ってるが、おかしな感覚は何もなかったぞ。もうちょっと思い出してほしいんだ。昨日って本当に昨日。なんだ、デタラメな哲学かなんかか。お前ら白昼夢でも見てるんじゃないか。知ってるだろう、俺たちスメール人は夢を見ないって。
そんなに夢が見たいんなら他の人を探すんだな。うーん、あながち間違ってないかもな。これって結局夢なんじゃないか。みんな夢を見てたりして。あ、そうだったな。でもスメール人が夢を見ないのって結構変な現象だよな。何が原因なんだろう。でも確かにただの夢ならとっくに覚めてるはずだ。もうちょっと話を聞いてみようぜ。あ、君たちか。僕の占いがあまりにも的確だったからわざわざ褒めに来てくれたのかな。おお、やっぱり。だから神の占いは当たると言ったんだ。君たちの理解が及んでいなかっただけみたいだね。おいおい、なんでそんなに舞い上がってんだよ。そういった状況になったからお前のところにまた来たんだぞ。お前の占いで問題を見抜いてくれないか。うん、僕に見抜いてほしいと。それはあまり得意な分野じゃないんだけど。まだ未熟だってことだろ、認めろよ。それで一体何があったんだい。え、待ってくれ。てっきり財布を落としたとか詐欺にあったとかそういうことかと思ってたよ。で、今のって本気で言ってるのか。そんなこと現実的に考えればありえないと思うけど。やっぱり信じてくれないよな。すごい、すごいぞ。もちろん信じるとも。君たちを占った時の内容だけど、今思い返してみれば月、虚言、嘘とまるで何かの前兆を表してるかのようだったろ。確かに関係がないわけでもなさそうだな。他にも何かわからないか。ふん、神が与える啓示はぼんやりとしたヒントに過ぎない。具体的なことを正確に把握できたとすれば、それは神の領域だ。自分の直感を信じ、心の中の恐怖を克服すれば、太陽は必ずや昇る、と総本には書いてあった。そっか、やっぱり占いは占いだな。問題そのものは解決できないみたいだ。収穫はほとんどなかったけど、他に話を聞けそうな人はいるか。おお、確かリンネの中の何日かはあいつのところに行ってたな。でもあいつはずっとオイラたちにからかわれてるって思ってたぞ。もう一回行っても結果は変わらないんじゃないか。確かにリシアは傭兵としての責任があるから、それなら本気で取り合ってくれるかもしれない。確かこの時間はリシアが人さらいたちを撃退した頃だよな。探しに行こうぜ。問題ありません、お嬢様。ただのかすり傷ですので。タイミングバッチシだな。やっぱりここにいたぜ。パイモン、それに旅人、ちょうどいいところに来てくれた。聞いてくれ、実はさっき危険な連中が。ん？見ていたのか。ならすぐに来てくれてもよかっただろう。お嬢様を守ってくれる人がいれば私も全力を出せるってもんだ。ちょうどいい、今から手を貸してくれないか。近くに共犯者がいないか探しに行くから、旅人にドニアザードを休めるところまで連れて行ってほしいんだろ。確かにそうだが、なぜわかった。もう一つ決定的な言葉があるぜ。スメール人は夢を見ない。奇妙な現象だ。ディシアはお金を集めるために自分の体験を売った。そして新しい体験に慣れていないせいで怪我をした。
嘘。これは何を意味しているんだろう。それほど考え事をしていたわけでもないのに、頭が異常なまでに疲れてる。言ってやれ。うん、このことはお嬢様を含めて誰にも言っていない。あんたは知らないはずだ。それにさっきも私の言いたかったことを先に口にしていたな。一体どういうことだ。オイラの話を聞いてくれ。実はそれを私に信じろと。それはあまりにも、いや、先に言っておこう。確かに私たち砂漠の民はその大多数が博識ではない。だが基本的な常識くらいは持っている。すごく物静かで全てのことに興味を失っていて悲観的な感じがするだろう。確かに前とは少し違う。だがお嬢様のご両親から聞いたことがある。昔はこういった感じだったとか。ん？昔？あなたたちの言っていることよくわからないわ。私は先にあのベンチで休んでいるわね。お嬢様、怒っていないといいのだが。いいだろう。私の体験のことも知っていたんだ。もしかしたら本当なのかもしれない。だが終わったらすぐに戻るぞ。今はまだお嬢様の安全を完全には保証できないからな。連れてきても意味はないって。いや、ただ本当のドニアザードの状況をこいつに見せてやりたいだけなんだ。本当のドニアザード？一体どこにいるんだ。それにあんたたち誰と話してる？え？言ったでしょ、あなたたちは特別なの。他の人には私とドニアザードは見えないわ。待ってくれ、まさかそこに。こうも強大な感知力があるなんて。まさか目に見えない触覚でも生えているのかしら。ドニアザードお嬢様がそこに倒れているのか。どんな状態だ。今は容体が悪化しててほぼ意識を失ってるんだ。でもどうしてそこにいるって分かったんだ。感じるんだ、彼女の気配を。それと心残りや悔しさのような気持ちも。一体何が起きているんだ。今ならオイラたちのことを信じてくれるか。過信短日がずっと繰り返されてるって。つまりお前は賢者たちの仕業だって言いたいのか。ああ、賢者はずっと私たちと対立してきた。奴らはこの日にアーカー社を使って何かしようとしていたのかもしれない。そう言われると確かに。こんな大規模で奇妙な事件、
神以外だともうスメールの教練院にいる賢者くらいにしかできなそうだよな。もしかしてアーカンシャ装置に何か秘密があるのかも。オイラたちの記憶を呼び覚ましたとき、缶詰知識みたいなのを使ってたよな。少なくともアーカーシャについて何か知ってるんじゃないか。アーカーシャは神の心によって稼働していて、知恵の神の力が具現化した姿なの。すべての民の英知を束ね、人々に知識を授けているわ。神の心、スメールの神の心はアーカーシャを稼働させるのに使ってたのか。そんな使い方があったなんて、道理でアーカーシャって不思議なわけだ。そのあんたたちに見えているナヒーダとやらは何を言っているんだ。ナヒーダが言うには、アーカーシャは神の心によって稼働していて、知恵の神の力が具現化した姿らしいぞ。全ての民の英知を束ね、人々に知識を授けてるみたいだ。全ての民の英知を束ね、人々に知識を授けている。待ってくれ。知識を授けるのは理解できる。人々はずっとアーカー社から知識を得ているからな。だが、全ての民の英知を束ねるとはどういう意味だ。賢者たちも知識をアーカー社に記録してるんじゃないか。おお、確かにそうだったな。お前は何か思いつかないか。スメール人は夢を見ない。奇妙な現象。アーカー社は神の心によって稼働していて、知恵の神の力を具現化した姿。全ての民の英知を束ね、人々に知識を授けている。そうナヒーダは言っていた。いや違う、もう少し考えないと。いや違う、もう少し考えないと。目の前で起こっていることがまるで以前にも経験したことのあるような感覚。それが最近どんどん強くなってきている。いや違う、もう少し考えないと。それほど考え事をしていたわけでもないのに、頭が異常なまで。それはつまり、脳が疲弊するのはアーカー社によるものだと言いたいのか。確かに意識してみると私も精神上に異様な疲労を感じるが、そういえば砂漠の民たちが知識を求める時も、賢者たちは知識は決して無償ではないと言っていたな。まさか民の英知を束ねるとは、アーカー社が逆に我々の脳を利用することを指しているんじゃないか。さあな、知識を授けられる以上、おのずと脳にも細工ができるはずだ。具体的な方法はわからないがな。でもなんでそんなことするんだ。スメール全ての民の英知を束ねることは、スメールシティを一つの巨大な脳として使うのと同じではないだろうか。例えば最も優れた頭脳を持つ人物が解決できない問題でも